ドルタピーースカパの変わらずヒロシですよろしくお願いししまますよろしくお願い,しますいや岡丸くんね、はい、僕スカッパーじゃないですか。 スカパー公式って書いてありますから、うん、<laughs> スカイパーフェクトラジオでやってますけど、うん、そうですよねまあスカパーってオールドメディアよね大丈夫ですかそれいやいやもうこういうことはもう発信していかんとあかんなと思ってあもうその自覚というかあるんですかある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 し、うん、あるからこそこういう YouTube とかやってますっていう。 本来スカパーがめちゃくちゃ盛り上がってれば YouTube 出てこないわけ。いや、ほんまそうよ。はい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 。みんなほっといても来てくれる時代ワールドカップとかやってた時代やったら。そうです。みんなね。みんな、みんながもうもう、スカパーある人のとこ見に行きましたもん。いや、ほんまやい。みんながアンテナ持って。はい。アンテナある家にね。アンテナある家に。どこ、どこやアンテナある家。あ、る。う違う違う。好きに入って言わけちゃうね。昭和のプロレスやね。それ。みんなで。テレビある集まるやつ。カラーテレビ。そう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 振り返る日本の半世紀で出てくるやつ。 そういう時代もだからあったわけやけども、まあ超絶人気コンテンツをのてた時代ね。まあ今はやっぱ違うやん。まあまあ本当選択肢が多いですから。だって今もネットフリックスよやっぱ。まあアマゾンプライムとフル、まあめっちゃ見ますわ。めっちゃ見るやん。あ、カルダさんも見るですか。いやめっちゃ見るよ。あ、見てるんや。いやいや見てる見てる。それはもう映像コンテンツと言われるものはもうほとんど見てるからね。いやいやいや大きく出たな。 全部見るやつみたいないるよなんかコンテンツ全部見東大生芸人さんですよねあそうなんやまああれには負けるけど結構見てる方やと思うけどやっぱアイドルもねネットフリックスとかやっぱアマプラ入ってる子やっぱ多いよねえんスカパー入ってますって言うてる人おらんよねいやまあでもそれ川原崎さんにの多分現場で挨拶の時に「家スカパー入ってます」って。 まあ小気味挨拶ではありますけど、うん、なんか、なんか変じゃないですか。あ、まあでもね、実家入ってますみたいな子は、いる、うん、いるいるいる。まあまあ実家でね。うん。でもなんか、それを発信してる子ってあんまいいよね。ああ、はい。これはね、やっぱり良くないよ。有識問題有識問題ですよ。ネットフリックスで何とか見てますみたいなのは、すごいやっぱ。 うん、書いてる子いるけど今日スカッパーで何々見ましたみたいな人って、まあ、ほぼおらんなと思ってああブログだったりツイッターだったりとか、ね、そう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 ,そう発信してる確かにねそう、うん、いい日になと思ってもうスカッパーもね何とかしないとでもこの話する前ちょっと一個だけ思い出した話していいおお<ー>、そうそうそうそれで言うと、はい、それで言うと、すごいもうごめんなさいね。だからスカッパー見てますみたいなうそ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 ううん。 そのまたちょっと椿の話になるけど、まあ、いいっすよね福田麻ンさんって新メンバーの方が、はい、実家が多分長崎なんですよね長崎出身の方でスカパーのアンテナを家につけました、うん、みたいな<え>ブログを書いててくれてたことがあってそれぐらいよ<え>そのだから冠番組が自分たちで始まるから、はい、そのお父さんお母さんが多分。 実家でスカパ見れるようにアンテナが届きましたみたいな。今日アンテナがついてついに見れるようになりました書いてて。ありがたいないやありがたいですね。でもまあまあまあ実はねマンションとかはね別にアンテナ立てんでも見れたりもするんやけど光回線とかでそのまま見れたりとかもするんやけどでもそのねた多分福田さんの家はアンテナを立てないと見れないところやったと思うね。 だからそれを立ててうそうそうそう言ってもらえたらそうだからこういうこうんか発信をねアイドルの子がしてくれるようになるにはねどうしたらいいのかなと思ってああやっぱこうスカパー見たとかっていう話題にこれ知ってるっていうようなことがやっぱいっぱいあればねそう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 だからやっぱアイドルにとって身近な存在になることがうん そのアイドルファンにとっても身近な存在になる近道やと思うのね。ねうん、だって、そのなんか、アイドルが好きなものとか見たりするやんか。うん、そうですね。まあ、好きな人の好きなこと調べるみたいなこととか、ね。あそうそうそう。なんか、例えば、あの、自分の好きな子が、うん、今日カレー食べてたら俺もカレー食べようみたいな。うんうん、なんでたとえカレーやねん。<laughs> もっとあったやろ。ええ カレーやろいやいやいやカレー食うやろいやなんかもうちょっとなんかその好きな子が聴いてる歌手がおって、全然好きじゃないけど聴いてみるとかってことでしょあ、まあそういうことそういうこと。カレーって、ええやん、カレーで。スープカレーとかならまだいいっす。ああ、じゃあスープカレーにしよう。そうしましょう。カレードミニカに。ああ、いギッと絞ったな。だからその店行ってみようとかなるやん。なりますなります。そうそう、そう、なんか。 別に行きたくもないなんか思ってサンドのカフェちょっと覗いてみたりとかするやんか、うんうん、そうですね、うん、はいなんかそういうことよああなるほどうんと一緒でやっぱスカッパーも好きになってもらう、えー、アイドルからい愛される存在じゃないとなっていうのはうーそのハワさんがその肌で感じてるその、うん、ネットフリックスとかそのこのアマプラとかっていうのをアイドルが見てるっていうのはアイドル同士が例えば現場とかでそういう話してるなとかもあるんですか、うん、あまあ、だからそういうのもあるよねアニメとかの話もよくしてるし<ー>だからあとはもうブログとかね あなるほどねでもあるしやっぱこれ見ましたあれ見ましたっていうねやっぱイカゲームよやっぱイカゲーム今ネットリックスでやってる韓国のもう世界でもうめちゃめちゃ人気あんねんまあそうですね今なんかハロウィンであの緑のジャージがめっちゃ売れてるとかって言いますねパンゴをつけてだからもうイカゲームに学べば第二のイカゲームを作ればだからあスカパーがスカパーがいやそれはもちろん 日本版とかももちろん今後あるかもしれないですし、ね。確かにね。日本版イカゲームね。はい。作ればもしかしたらね。まあね。こう話題になってね。そうですよね。だからもう作るよ。え作りたいなと思ってるよね。<laughs> えっと、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。え、うんえっとえ、スカパーがイカゲームを作るって話ですかえ <laughs> <laughs> みたいに、人気のあるコンテンツ。キラーコンテンツを作りたいってこと。ですねイカゲームのような。ってことです。ねライカですね。本当ですよ、ライカです。グッド、はっきり言わなくていい。いや、でも、今更ねだってね、イカゲーム作ったところでね。まあ、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 しょうがないし。まあ、それもちろんそうですよ。あれやけど、なんかそういうね、身近になるコンテンツ。確かにね。いや、すごいよ、見た、イカゲーム。イカゲームは見ましたよ。当時見た。はい。 まあここからちょっとネタバレになるかもしれんけどあいいかゲームの、うん、あじゃあこれから見ようと思ってる方は聞かない方がいいです、ね、まあそうねこの話は聞かん方がいいかもしれない見終わってから聞い,い,い,かもいてほわかりましたですけど、はい、やっぱね「うん、デスゲーム」ってやっぱすごいよねうーんまあそうですよね「あ,あの殺される殺されるの緊張感みたいなやつそうか結構人気の作品で多いのかそういうのが。 いや、そう思うよ。ま、カイジとか。カイライアーゲームとか、そう。ま、そうとか。そうとか。バトルロワイヤルとかもバトルロワイヤル、もうバトルロワイヤルなんて俺一番好きな映画だからね。え僕も好きっすよ。うん。最高やん、バトルロワイヤル。教師来たの。うん。もう最高。前田明、最高。ああ、前田明ね。うん。山本太郎。山本太郎。ね。藤原達也。藤原達也なんでみんな殺しちゃうんだようん。いや。のね。今から殺し合いをしてもらいますじゃなくて。そっちの方。 山本太郎に切れる方ねそうかそう考えたら山本太郎ってカイジにも出てますもんねほんまやあのなデスゲーム入りますそうデスゲーム入っからあの藤原達也に隠れたデスゲーム入ってねほんまですよエスポワール乗ってねカードじゃんけんやってねいやほんまやバッチ取ってバッチ取って。 ね、あ,<ー>あの引きずられる山本太郎ら最高やから、ね。最高でしたね。そこのシーン、何回も見てもらうわ。<laughs> 面白いですよ、ね。面白いな。いいいなでも、ほんまに、イカゲームって、なんか、そういうのも、あんまないよな。はい、なんか、こう、何回でも見てしまうみたいなシーンとか。<laughs> なんか、意外と俺見たけど、その、淡白だったなと思って。うん ああ、なるほど。そう。なんかやっぱゲーム自体が、その、それこそ、開示とかさ、ライヤーゲームとかさ。まあ、頭脳戦です頭脳戦やん。はいはいはい。イカゲームって、もう、それこそ、だるまさんが転んだとか、型抜きとかさ、ただ順番選んでさ、その、橋渡るだけとか。繋い日とかね。繋い日とか。もう、頭脳も何もないやん。 なんかそれだけにすごい残酷さが際立つんじゃないですかああ、てことなんか。うん。その。そういう無意な遊びをさせられるというああ、昔の、うん、その子供の頃やってた遊びで殺し合いをさせられる。うんうん、賢いやつが勝つ とかっていうもちろん要素もありますけど最初に平等にやりますみたいなことをずっと言うじゃないですか。んかそれが逆にこう不平等というかそ逆にこう悲しいというかうそういうことをなんかやってるんじゃないですか。あだから子どもの頃は平等やったよねみたいなこともあったりするんかなんメッセージとして。なんかそういろんなこう意味が込められてるなと思いますけどね。いやあのまあ人間ドラマとしては素晴らしかったですよね。はは<ー>はいはい,はい、はい、でこれはアイドルとどう関係あるんですか、うん、いやだからアイドルがイカゲーム好きやねって話を。 あ、イカゲームの話をしてるアイドル割いるんですかいる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 。あ、うん、俺ね、その、このイカゲームの話をどうしてもしたくて、このラジオで。もう何回か前に言ってましたもんね。うん。はい。で、調べたんよ。ほう。イカゲームの話してるアイドル。アイドルおらんかなはいはいで、調べたら、全然出てこへんね出てこんのかい。全然出てこへんけど、はい。いました。 アンジュルムの佐々木理香子さんがイカゲームの話してました。あらわりました。どこでされてたんですか？アメブロでね。あブログの方でブログの方で。あらあら。でこれは完全にハロプロの話ですね。あなるほどいや良かったです。そのレーダーに一個でもアンジュルムが引っかかそう。引っかゲームレーダーにね引っかかったんで僕のならいいですもうもうカチカチやってたからなかなかねえなっつってドラゴンレーダーなんかピコンって鳴ってたからあなるほどねそう。 まだ1個しか見つけられてあと6つね見つけたり確かにねあと6人ぐらい見てくれるそうそうそうなんでちょっとイカゲームをイカゲームのね見た見終わったっていう話をしてるアイドルさん教えてくださいよかったら情報を募ってんねええけどよかったらまあまあ視聴者の方が詳しかったりしますからそうそうそう僕が詳しくないんでねなるですどはいはいはいやでも見てる ?Netflix とか岡村だって Netflix とかの方が見るやろ見ますね正直 なんかありますかおすすめいやもうペーパーハウスとかペーパーハウスなスペインやっけあれスペインかなんかすごいよねもう死ぬほどもろいっすねだってそれこそイカゲームのさあのマスクかぶって赤いつなぎ着てるその敵役のあれ多分ペーパーハウスの まあちょっとね、オマージュみたいな。ダリの面をかぶってるんですけど、いいかげんなプレステのボタンみたいな、そうそうそう。かぶってますよね。あれ赤いつなぎなんは俺、で、あの、銃持ってる。なんかね、意味があるでしょうね、あれは俺、ペーパーハウスオマージュやと思うねんまあそうかもしれないですね。確かに時期的にもね。そう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 。いや、すごいなと思って。はいはい。ペーパーハウス面白いよね。確かに。ペーパーハウス見てるアイドルがいたら僕はちょっと好きになるかもしれないです。あいや、そういうのあるやんね。だから、やっぱそうやね。 好きなものが一緒っていうきっかけあるやんか。ありますあります。例えば俺やったらさ、ラグビー好きとか、なかなかおらやんか。まあ、ラグビー女子、日本代表がバーっていった時は増えたかもしれないですけど、そうそうそう、ラグビー好きっていうだけでちょっと好きになってしまったりとかするやんか。なるほど、なるほど。自分の好きなもん。わかります、わかります。だから岡村やったら、エミネム好きとかやったら、いや、ヒップホップ好きですけど、エミネムももちろん好きですよ。エミネム好きって言うてる女の子、なかなかおらやんか。おっと思いますよね。おっと思うやんい。俺もそうやん。 あなるほどねあそこにその好きだって言われることにスカパーと入らない現状を投げてるわけですねいや投げてるそうそうそうどね。だから本当にあなたにとってのペーパーハウスになりたいですよ<あー> <laughs> いやだからもうでもいくぜ椿ファクトリー」とかそれこそ「ソングスポ p ユ n とか「うんうん、アイドルが好きです」とは言わないじゃないですかああまあね自分たちのやってることだから、まあね、そうじゃないコンテンツであればワンチャンありますけど、うん、まあねだって今しかも川原崎さんがやってるのってもう割ともドアドアイドルの 番組ばっかそう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 、ね、昔はねいろいろや,って、うん、やらせてもらってた時期もあるけどもずっとエロい番組やっててねおいおいおいあんま言わんようにしてんねんエロい番組やってたんやめとけ <laughs> いや好きでしょもうだらけめちゃくちゃ好きでしたしだらけはね、はい、だらけは別に誇れる番組でしょチャック降ろさせてよ,よ,させてよほんまにやめてちょっと。<laughs> そんないやっあなた見てるってアイドルは言わないですけど見てるねんっていう男子ったらあなんか仲良くなりそうやなっていう感じはしますしね。確かにねでも昔全然関係ないけど「フルコーラス」って番組やってた時にオレンジレンジさんがゲストで来たのよっていう時にオレンジレンジの直人さんとかが。 だらけ見てますみたいな。お言うてくれて。嬉しいっすね。その時ちょっとだらけちょいちょい俺出たりしてるからさ。だらけで見ましたみたいなのがめちゃめちゃ嬉しかったね。それはやっぱ。うオレンジレンジってやっぱやっぱど真ん中が結構。そう。青春パンクのその違う路線で走ってて。はいはいはい。そうそうそう。ロコローション。あ、ロコローションね。そうそうそう。花とかね。あ、花とかね。道しるべとかね。すごい詳しいな。アスタリスクアスタリスクね。見上げた夜空のね。はい。 星たちの光だからめめちちゃゃ嬉し好きな人に自分のやってることを褒められるみたいなのとかっていうのもやっぱ嬉しい,い,あいまあそれはねほんまそうですよね確かに,確かに、うん、なっていうんかあるのかその今後これはちょっとなんかこういう番組ならちょっとこういうの言ってもらえそうかなみたいなこう温めてる企画とか。いやだから、はい、その 映画やりたいなっていうのは、えー、初めて聞いた映画やりたかったですか？映画やりたいえ,え映画監督ってことですか？まあ監督まではだからプロデューサーとかですか？えそれはどんなジャンルの映画なんですか？だからまあ俺がだからやれる可能性あるとしたらやっぱアイドル映画になってピンチランナーピンチランナーそうピンチランナーですよお塩 <laughs> 学ぶがね安倍な夏実さんをね助けて <laughs> 横並びでこうあるです。名シーンありますけどね。あれ大丈夫ですか、ピンチランナーでも。なんかこの口に出していい映画なんですか、あれって。いやいや、ええやろ、別に。大丈夫やろ。走っていい言葉ですか。走らん。ピンチランナー走っていい。あ、そうなんですか。日立なんかでね、駅でやってますか。らいやいや、僕ちょっと結構本当に見た時、衝撃やった。いや、み、はい。なんか、北京原人とピンチランナーは本当もう。僕の中でも、もう、人生史残る。 ほんまにラジーショーというかラズベリーショ僕の中のラズベリーショいやでもいい意味でもほん本当記憶に残るねまあ確かにね何も残られるよねうん。マシな映つ心になんか刺さったよねいやまあ当時のねいやいやその刺ささったかこれなんかすごいなんかすげえいらんけがした感じでいやでもそういう アイドル映画でも名作と言われるものはすごいいっぱいありますからね。幕が上がるとかすごい良かったよねももクロさんがやってたやつとかね。あとまあアイドル映画って言ったらちょっと失礼かもしれんけど嵐の二宮さんと松平さんがやってた青の本のねこれもめちゃめちゃいい映画やあれは面白かったですよそう、にあれはとか言うなお前は前出してた作品がなんかあかんかったみたいな いやもう走ってピンチらんないでいやでもだから俺実はな映画やったことあんねん一回えこう見えてえもう撮ったことあるんすか一回やったことあんねん何すかプロデュースでえっ何すか皆さんがご存い。祭りの後は祭りの前祭りの後は祭りの前あれ知らん2020年3月公開えうそやん全国公開されてんで祭りの後は祭りの前あっほんま出てくるうん 祭りナイン初主演映画そうあなんか名古屋のメンズアイドルグループみたいなそうですそうです名古屋のメンズアイドルグループボーイズメンの弟分そうボーイメンの弟分でね、はい、祭りナインのえこれあれなんですかカロさんがそのなんかプロデュースをねやらせていただいて、えー、お前プロデューサーか原崎昭史って書いてる <laughs> <laughs> これねあのユーネクストさんであの見放題で多分配信が11月から始まってるんで,んでか、ええ、よかったらね 無理やり宣伝に持ってきたかったあわかりましたじゃあそう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 いろんなね紆余曲折あったんやろなって思いながら見てくださいあわかりました分かりましたいろんな目線でねピンチランナー系の映画ですよねだからピンチランナー的に見てもらえるってことですよねそういうふうな楽しみ方をしてもらえいやもうこれだってもうんかボーイズメンさんがどうとかそのの祭りナインさんがどうとかじゃなくてなんとなくあらすじ見た時点でももうピンチランナー集やばいですからね やめとけ。<laughs> いや、でも、本当になんか、結構、1週間ぐらいで撮ったん,やん名古屋で。は <laughs> はいはい、はい、そうそうそう。初日台風とか来てて、結構大変なの撮影した、えー。はいはいはい。なんか、苦労の跡が見える感じなんで。まあ、そうですね。そうなんか、ほんまに、なんか、あの、マジで何もやることない日とかで、皆さん見たらいいんじゃないですか。<laughs> <laughs> でも、その、あれよ。 はい、ほんま2週間公開のところ、1ヶ月半のロングランになった,たで、ね。うんんじゃあ創業としては成功いや、全然。<laughs> 全然。プロデューサーってそこの仕事じゃないですか。いや、全然。ほんまに。大失敗。<laughs> 回収できてない。回収できてない。<laughs> これ何でかっていうとコロナでああ公開映画館がほとんど閉まった時に公開やったよねちょうど2020年春確かで他の映画がバン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 公開中止していく中その映画は上映をしたんよね上映したから他にやる映画がないからっていうのでロングランになったっていう伝説の映画ですなるほど ご時もしなのでぜひね祭りナインの本人たちのこの熱意とかそういう演技とか素晴らしいんでぜひそこをね注目してみていただき今ウルトラマンやってますからね祭りナインの寺坂ライく君はウルトラマンの主役やってますからトリガー、ウルトラマントリガーあもうそんななってますねそうそうそうなんでそのウルトラマントリガーをみ見てるよっていう人もぜひね確かにね祭りの後は祭りの前ご覧いただけます ご覧ください。そんなところで今日は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。